自分の殻に閉じこもっていた彩香。あの子もう半年も学校行ってないのよ。今日から仲間になる本田彩香さんです。よろしくお願いします。そこは若者の自立を見守る場所、もみの家。うちの生活の基本は早寝早起きと農作業。野菜食べないの？いらないならちょうだい。無理、東京帰る。ねえ、学校に行けるようになるまで。どうしたわけ？いがよいがいつもおどおどして人の顔色ばっかうかがってた。彩香は自分のなりたい自分になればいいんだよ。喜んで悲しんで来週はいよいよ新米が食えるから。なくなったって。彩香、ここら辺には東京にはないすげえもんがいっぱいあるんだぞ。もみというのは脱穀前の稲の実のことで、家族も我々も時間をかけてその固い殻を破る手助けをするんです。言葉を尽くして語り合おう。ここはあなたの家、もみの家。